皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。お笑いタレント、やすこ25が、毎年恒例の日本テレビ系、24時間テレビ47、8月31日、9月1日、内の企画、全国の児童養護施設に募金マラソン、でチャリティーランナーを務めることが分かった。16日、都内の同局で行われた政策発表会見で発表された。 写真、制作発表会見に出席した総合司会やす子やす子は会見で放映された VTR 内で、テレビでほとんど行ったことはなかったのですが、実は高校生の頃、児童養護施設にお世話になっていた時期があります。当時は、経済的に進学も諦めなければならない状況でした、と告白。2歳で両親が離婚し、母が働きづめだったが、 経済的に厳ししかったたと説明した会見では児童養護施設の出身で当時嬉しかったのがクリスマスに企業からプレゼントが置かれたり縁の前に鉛筆が置かれているとちょっとでも自分を気にかけてくれる人たちがいることが嬉しかったと回想全国の児童養護施設の人たちが楽しく明るく思えるようなマラソンになったらと思いますと意気込んだ。 そんな安子の思いを受けた今年のチャリティーマラソンでは、33年目にして新たに、目的別募金を開設する。マラソン児童養護施設募金のために走り、全額を全国600カ所以上の児童養護施設のために使う。安子は、自分の住んでいた養護施設に恩返しができたらという気持ちから始まった募金です、と説明した。募金には、 同番組のホームページから参加できるほか、ランナーが走っている間、画面に掲出される QR コードにアクセスすると、募金専用ページに遷移する。なお、マラソン児童養護施設募金は、放送開始直後から受付を開始し、キャッシュレス募金、クレジットカード決済、キャリア決済、のみとなる。ヤス子は、6月末から練習を開始、楽しく走っています。 練習後のご飯が美味しいんですね。ちょっと減量しつつ、頑張ろうという感じです、と状況を報告した。走行距離は未定、また、ランナーの思いに賛同するチャリティー市民ランナーを募集する。参加者はチャリ T シャツを着用し、スターと会場からランナーと一緒に走り、チャリティーに参加する。参加資格は、ランナーの思いに賛同する高校生以上となり、 伴走が必要な人は伴走者と共に参加する必要がある。8月31日午後7時以降スタート予定となり、走行距離は3、5km を予定し、1200人程度募集する。応募は同番組公式ホームページからできる。ヤス子は私と一緒に数キロ走ってくださるチャリティー市民ランナーを募集しています。ちょっとした動機でいいので、 一緒に走れたらと思いますその思いだけで救われる人がいるので、思い出を作りたい、でも良いのでよろしくお願いします、と呼びかけた。『24時間テレビ47』は、8月31日から9月1日にかけて、東京・両国国技館で開催する。今年のテーマは、「愛は地球を救うのか?」。羽鳥慎一アナウンサー、三浦真美アナウンサー、上田慎也、 クリームシチューが総合司会を務め24人の出演者がそれぞれの企画を担う「24人でつなぐ24時間テレビ」となる。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。